今からラビッツのステージが始まるよ。みんな集合、せーの、 LOVE としまーす。ラビPR 隊ラビッツです。ありがとうございます。ありがとうございます。と本日は9トラ1ちょっと遅めのハッピーハッピーバレンタイン、イエーイ、にお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。さあ遅めの遅めのって結構遅いけどね、もう14日がバレンタインデーだったから2週間前ぐらいかな、はい、すごい遅めですけど来てくださってありがとうございます。テトライズのバレンタインバージョンということでね、はい、今日も楽しくやっていきたいと思います。はい、そう今あラビッツのメンバー自己紹介します。はい、高校1年生16歳のミナです。はい、高校1年生16歳リーダーのあゆかです。ありがとうございます。今聴いていただいた曲は私たちのオリジナルソングのマジックアイランドと私たちがいつもお世話になっているリンクさんのカロリーなんてでした。次の曲も2曲続けて聴いてください。食べたらガンバ。Oh yeah.
ただいた曲は私たちのオリジナルソングの食べたらガンバとリンクさんの For You でした。ありがとうございます。その企画っていうかバレンタインの出来事みたいな話を今日はしたいと思います。バレンタイン何作りましたか？今年は実はまだ作ってないんですよ。作ってないんですよちょうどテストと被ってたから、テストと被ってたんで今日作りたいと思います。遅めの遅めの結構遅めのバレンタイン。もう来週配るときは3月にそうね。もうホワイトデーに近づいてますけど、この前練習の時にりなちゃんからバレンタインのチョコをもらったんですけど、ハートのクッキーを捨てて、飴？ハートのクッキーを捨てて、ハートのクッキーの形でなんか飴？名前何やったっけ？ステンドグラスクッキーって言って、そのクッキーに穴を開けてそこに飴を流し込んだクッキーのことを言って、頑張って今回クッキー初挑戦で、いつもチョコレートを型に流し込むだけだったんですけど、今年は失敗しながらも頑張って作りました。クッキー美味しかったです、りなちゃんのクッキーと。私はその小学生の時は小6まではいつもそのさっきりなちゃんが言った型に流し込む、ただチョコを流し込んでなんか飾りをパラパラってするだけのチョコだったんですよ。してたしてた、ね、やっぱそれだったよね。でもその中学高校はなんかもうそれじゃなくて、チョコケーキとかチーズケーキとかティラミスとか、チョコケーキ作れる、いきなりチョコケーキになった。そう、なんか急にママと一緒に作って、もう型を卒業した、型を卒業、卒業した型のクッキーを。まだ中学校の時、中学校の時に生チョコ作ったかな。まだその段階的なものが。あー、生チョコ好き。生チョコ、でもこの間生チョコ作ろうとしたら、チョコを温めて冷たい生クリーム入れちゃって一瞬で固まって全部失敗しちゃったんですよ。もったいない。もったいなかった。5枚も板チョコ無駄にしちゃった。また作らないか。なんかもう今日ちゃんと帰ってから。明日友チョコに、みんなクラスの女の子に、女子に配るチョコを今日作ります。私もね、まだお返しもらってないんでね、今度私ちゃんと3月に待ってます。はい。皆さんはバレンタインはチョコもらいましたか？もらいました？と今日ステージ終了後にそのラビッツからチョコがあるので、バレンタインのハッピーバレンタインってことでね、はい、皆さんにもチョコがありますので、はい、もらった方ももらえなかった方もぜひ後でもらってください。お願いします。お願いします。じゃあそれでは次の曲いきますか。はい、次の曲いきます。聴いてください、どうぞ。僕を責めたりしない、君が大好き。
卒業式にしましたら30点以下では見事赤点です。卒業できません。というのは冗談でですね、
今後継者を育成しておりますが、ちょっとまだ入れ替えということで、間に合っておりません。それでですね、あゆかとまた保護者の方とちょっとご相談しまして、あゆか1年留年ということで、また1年間皆さんの前にですね、立つと思いますのでよろしくお願いいたします。それとですね、先月ですね、軽トラ中の時、そこ、置いてますけれども、忘れ物が1点あります。ちょっと今日も使ってある方おられますけど、携帯用の椅子ですね、忘れてる方おられますので、持ち主の方今日、おられましたら帰りにどうぞ、持って行ってください。一応そういうことで、来月はまた4人になると思います。ぜひそのうちまた新メンバーのお披露目もあると思いますので、まだまだ、ラビッツ、頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、あゆかちゃんはね、もう1年留年するということで留年っていう、ま、言葉が留年するということでラビッツ学校を留年するということで、またもう1年楽しく皆さん、はい、みんなでやっていきましょう、はい、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。あ、先ほども言われたように忘れ物心が当たりがある方はとで、そこの、はい、そこまでお願いします。と、はい、と、さっきの MC でも言ったように、ハッピーバレンタインということでプレゼントを皆さんにチョコの用意をしているので、はい、ぜひ帰りに皆さん もらって帰ってください。はい、これからも私たち糸島 PR 隊ラビッツはいろんな場所で PR 活動をしていくので応援よろしくお願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。